朝ごはんはこちらのボックスに入れてってくださってます。こちらです。もう誰にも会わないでお部屋の中で朝ごはんも楽しめます。さあ開けてみましょうね。あら可愛らしい。スープもサラダも牛乳も、そして下にはパン。すごいね。ヒルたちにこちら。ヒヒ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 ヒ。スープもレンチンできるからね。レンジがついてるからほかほかでできるね。できました。熱々のスープが朝届くっていいよね。本当だってさ誰にも合わないんだよ、ボックスに入ってるから。だから本当にのんびりしたい時にはこういうところいいね。片付けもそこに入れておくだけで、そうそう、食べ終わったものもそこに片しておくと全部持ってて。楽ちんですね、まみちゃん。はい、ありがとうございます。いただきます。お醤油、お塩、塩、お砂糖、全部入ってます。入ってますね。安心してください入ってますよ。朝からお元気ですね。これの蓋に野菜出した方がいいかも。これ入れてこうやって取りやすい。え、あ、そういうこと。はい、ドレッシング。あ、でもそんな振る余地ある。ないっすね。ないかもしれないね。トマトも入ってる、潰れちゃうかもしれない。今日はどこまで食べられるか。昼頑張りすぎると夜食べれなくて。ちょうど取れてたわ。すごい。朝から本当にやめて。びっくりした。今ちょっとスカスカじゃないとそれできないけど、ぎっちり入ってるから無理だよそんなの。見てごらんこれ。今日からそういう結論まで行ったんだけどね。そうですね。入ってるから無理だねって言ったのにやり始めたって言って、ちょっと予想外でした。ミニちゃん、リリ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 ミニ。好きだな、これ。ミニちゃんの食べ方。にゃ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 。お願いします。雪降ってきたって。はい、あ、名月初雪。初雪だ。
お願いします、はい、お願いします。お昼ご飯です。よろしくお願いします。今日はこれ今どちらで来ているんでしょうか。今日は福島県のエンゼルフォレスト白川高原です。すごいいい景色ですね。そうなの、これがさ、ホテルじゃなくて、コテージ、はいはいはい、がもうすっごい敷地内にいろんなタイプのがあって、うんうん、あちらご覧いただくとワンルームコテージっていうのもあって、建物みんな可愛いの、うん、敷地がすごく広すぎて迷子な、今朝の医者とかは迷子になったらしい、ね、ほぼほぼ遭難でもすっごい素敵なところです、うんうん、で雪がね、ちらほら、はい、初雪だね、見るの。そう、だからちょうどだからギリギリ今いい季節なのかなっていう、うん、雪も軽く見れるし、でも実はところ今日中これ日差しがあるんだけど、はい、めっちゃ暖かくて気持ちいい。そうですね。でも私たちはヒートテック着て、ロンティー着て、セーターじゃない、はい、そっちカメラピッてやると多分半袖だよね。あの人だけは特別なんだ。この前見たでしょ、品川駅で、はい、僕が防寒着着てるのに問われて半袖で歩いてる。今日もあれ知ってます？ニュースになってましたよ。ワンちゃんたちのメニューも6種類ぐらいから選べるんだよね。だから毎日飽きないんだよね、朝昼は。で、量も SML ってあって、ワンちゃんの食欲に応じてサイズを選べる。種類もね、いろんな種類があるからね、楽しみです。今日はお風呂を楽しむことにします。露天風呂まだ入ってないの。あ、そうなんですか。温泉、うん、なので温泉とサウナ。あ、いいですね、サウナ。本当にだって昨日、はい、本当に寒くってサウナに入ったらめっちゃ気持ちよかったの、はい、で、あの香り、はい、ヒノキの、はい、キノコ味が、あれはたまらないと思って。で、新しいから余計にサウナの詳しいことちょっと語ってもらうよ。でも元祖サウナーもいらっしゃいますか、はい、でも実は私もサウナ行ってたんだよ、はい、マネアが今行ってるサウナの女性版に行ってたの。あ、そうなんですね。そう、なるほどなるほど。食べるスイカとビビン麺が美味しくてで24時間やってたんだよね。だから夜中にいつも行ってたの、うんうんうん、でキュウリパックしてもらったり、はいはい、お薬してもらったりしてる。オロナミンシーとポカリ、サウナドリップ、それが発祥したのはそこのサウナ。あ、なるほどね。でも昔はなかったよね。ユネさんはハンバーグです。ハンバーグですね。もやしくんはポークジンジャーを食べてくる。昨日夜、タコラーメン食べようとしてたらしいよ。マジでちょっとお腹が空いて、ちょっとおかしいな。ここから出たくなくなりました。もうすでにすごいね、うん、お邪魔しました。いいえ、またご飯のこと考えられるの。え、全部アウトドアなの。そうですね。これテラスでうちできない。これはいいんじゃない。これすごいいいなと私は思いました。これじゃない、ガスコンロだから。テント、テントですよ。もう見慣れてるやつじゃん。いや、バウル、コテージいらないか。勘弁してくれ。この形ですよね、うちにあるやつ。そうですね。え、こんなダブルみたいなのもあんのですか。そうだよ、あのグリーンのやつをつなげればダブルになるよ。あ、そうなんですか、うん、すげえ。カメ、グリーンのやつ使うのやめてもらっていい。これダブル。俺ダブルで寝たいから。
今バはこれだもん。そう。アウトドアハマったら多分買っちゃうんでしょうね、こういうの。そうだね。まあね、そういうのめちゃくちゃそうなイメージあって、もう変なところに行くとか。めっちゃ寒い。ここは、はい、ホテル内のドッグランで、こっちはちっこいワンコで、あっちは大型犬、はい、になるみたいです。なのでバオはあちらへ。じゃあこれ持っていただいていいですか。行ってらっしゃい。エリー、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 おお。こんにちは。ああ、ありがとう、ありがとう。ありがとう。さあ、来ました、なずきが。じゃ、いちゃーん。捕まえられる、捕まえられる、捕まえられる。あー、やられた。やられたぞ。めっちゃ寒い、カイロが必要。おー、危ない。危ない、危ない、危ない、危ない。危ない。勝った。勝った。なんで一人勝負してんの。ちょっといつもよりストローク長めですよ。ちょっとストローク長かったです。めっちゃ寒くない？3、2、1。ジナ、リル、ココです。ジナちゃん、ジナ、リルは大丈夫みたい。すごいね。何キロぐらいあるんですか？45、6キロくらい。すごい。ココちゃんも後ろ下がっちゃって。はい、6歳一緒だ。6歳ここ。ミニちゃんと一緒。看板犬なんだって、リーちゃん、ジーナちゃんは。ここ、ここ触れてる。怖かった。死にもなりませんでしたからね。怖かったね。怖かったね。かわいそうに。ココがすごい震えてる。すごい顔してた。かわいいね。かわいい。かわいそうに。ショップ。あ、マネーの好きそうなサウナグッズ。ご飯の後も考えてます。そう。砂利豆。砂利豆って。火がつけました。はい。まあ火を気をつけてくださいね。皆さんやるときは。で、薪に火がつき出すと着火剤からついて、そうすると大きいのにも火がこう流れてくれるから。なるほどね。こんな感じでまあ大体ね。大きいの入れて。大体こんな感じで入れておいて。今回のログハウスにはサウナがついているので、私も旅先でサウナに入ってみたいなと思います。まあ、あのマネーが薪を起こしてくれたんだよね。はい、なのでご覧ください。じゃーん。あ、
いい感じ。このさ、ヒノキの匂いが何とも言えないね。うん、気持ちいい。すごいね。何分ぐらい入ります？2分ぐらい10分ぐらい。頑張ってみますか。頑張ってみようか。今日は冷めた水を、もうしわっていく。ごめんなさい、私くつろぐんでみんなもう出てってもらっていい？ゆっくりしてるから。普通にこの椅子が戻る。あ、サウナ用の椅子？アウトドア。サウナがこれを使うね、みんな。いいね。あったと思って。やる。インフィニティ。できず、インフィニティ。あ、でも、惜しいっす。結構足の力がいるみたいよ。頭、でも普通に頭。はじめちょっと固めですね。ごめんなさい。気持ちよさそう。なんか時間忘れちゃうね。ぼーっとしちゃいますね。ぼーっとするしさ、お部屋の中に時計あったっけ？時計なかったかも。時間を忘れて。そういう場所かもしれない。かもしれないね。帰りたくない。インフィニティかどうか知らないけど、起きられないけど。どうしますね。はい。人の手が必要だ。どうだった？整った？うん、整いすぎちゃって、もうここから帰りたくないかも。整いすぎちゃって。これね、ポカリとオロナミン C、整った後に飲むんだって。オロナミン C とポカリで、ポカリで。割合いいの、これで。わかんない。多分これぐらい。いい感じです。いい感じ。いい感じだ。回さなくていい？これでよしよみたいな感じで。オロナミン C の匂いが勝ってる。いただきます。これオロナミン C だけ飲む。どうですか？なんか子供の時に飲んだ。あの駄菓子屋さんのジュースみたい。オロポ初です。初オロポ。ちょっと待った今の本気でしょ。まずい。まずい。それちょっと企業価値下げるからやめた方がいいんじゃない。さすが昔のコント師だけありますね。そうですね。嘘嘘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 。美味しい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 。これ新たなコントのネタになる。本気を得。なんでこれ飲むの？よく意味がわからない。水分、ビタミン、で塩分、でミネラルを取れるっていうところですよね。別に取ればいいんじゃない？なんで一緒に取ろうとするの？どう考えてもオロナミン C はオロナミン C。ポカリセット。ごめんごめん。それ説明しなくてもさっきの。もう全部説明できてるから、そっちの方がいいってのはよく説明としてはわかるんだけど、整ったんでしょ？整ったけど、もう一回整わせない。
はい、森のサウナというね、うん、あの自然と一体になれるサウナがあるということで、もう自分だけの空間みたいなね、うん、最高じゃない？すごい。まず香りがいい、昨日、うん、失礼します。まずフィンランド式サウナについてっていう、サウナに初めて来たよって方も楽しめるようにサウナの知識が書いてありますね。早速じゃあ入っていきましょうか。はい、今回特別ですからね。今回は特別に私服。うわー、あったかい。すごっ。あら、あったかい。あー、いいね。あー、あったかいね。今何度になってるんですか、これは。120度超えてますね。まあ、体感的には96度ぐらい。まあ、適温ですね。自分で薪を中に入れて、セルフですね。うん。で、なんでちゃんと手袋もありますし、セルフロウリュができるところですね。ロウリュ失礼します。いや、素晴らしい。このヒノキの香りとこの窓から森が見えるんで、うん、はいはいはい、本当森のサウナ。はいはいはい。段差も高いですからね。ここまで行くとだいぶあったかいですよ、うんうんうん、奥の方に水風呂があります。あー、これね、結構冷たいですよ。7度とか、うん、8度ぐらい。全部体感温度でやってますから。インフィニティー。その掛け声何？それでございまして、はいはい、本とサウナハットマジですか。もしよろしければお使いいただければと思います。ありがとうございます。ぜひ使ってみてください。すごい。相手に言ってたやつですもんね。あ、そうです。僕ずっと先見てたんですよ。あ、このサウナハットサイズ少し小さめに作ってますよね。作ってます。やっぱそうですよね。はい、僕の頭にジャストフィットなんです。ありがとうございます。じゃあお米をまためちゃめちゃ食べるかもしれませんが。15人前人数数えました。今度君を見てる。僕7ぐらいですか。じゃあじゃあいただきます。ありがとうございます。乾杯。乾杯。これバウの嫌がらせで。やっちゃってください。早速行っちゃっていいですか。行っちゃってください。割り箸ここにいっぱいあるから、みんなそれぞれ菜箸使ったら。こっちの鍋はもうすごい有望な形になる。いやいや、頼りすぎちゃう。じゃあこっち結構手薄よ。手前本当よ。じゃあ私もお刺身から食べよっと。いや、しゃぶしゃぶ行ってくださいよ。食べよった。いただきます。玉ねぎはだってこれ。あ、来ました。何だれですか、これは。ごま。いただきます。はい。どうですか。めっちゃ美味しい。これいくらでもいけちゃう。切りましたね。すごい美味しい。15人もありますから。美味しい。美味しい。いただきました。美味しい。もうじゃあやばいか。もういか。ここ痛い。いいな。あちゃあちゃ。
興味津々になってるよ。